かかってこい。敵は取るぞ。来い。I was interested in that the others tried to join in.Not necessarily fighting, but trying to get me to attack first. Maybe I'm just getting the timing off with Perry. Those are these four of them. Exactly when the delay was.
Okay. Well, it's better to find that out now. Yasurakani-nemure. お主の苦しみ、奴らにも必ず。 I got closer the second time.
罪の報いを与えねば。最後があろうか。いかにしてハーンを殺してくれよ。溺れ死なすか。いや、生きながら燃やし、足立殿の恨みを晴らす。見た者がいるだろう。吐け。何も知りません。知らんを切るつもりか。知らん者は知らんのだ。Yeah, that was great. お侍、あなたからも言ってやってくれ。何用か申してみよう。失礼を。私は三郎、ウムギでは名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。
皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る、猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者はおらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った。それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。どうか切らないでください。何も知りません。島を出る話をしていた家族。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。気のついたばかりなので何も。逃げおったぞ、捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。申し訳ありません。殺さないで。訳を聞こうか。仲立ちが来て、あの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな、俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた。西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。Thank you.
サブローの妻子はどこにおる？Give them the chance to put anybody in danger.
Seems to move back and forth between two areas. Those appear to be down. Alright, so this is not good at all. Como Tayasu Damasareto, Minna Hishinanda, Menomini, Nozomi of Brasanga de Areva, Nondo de Shinjiang, Tashkani, Sateto, Oaraseto Surga. Warriga, Huneo does not muri that deal.何をする？金なら払う！助けてくれ！黙っていろ！何の？目に…助かりました。
無事でよかった。どういうことです？船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか？いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。This is not good at all. It's not exactly...Many places to hide. And two more arrows in the back of this one. Oh, front of this one, actually, three arrows.安らげるよう願う。
皆の覚悟を忘れはせんぞ。どうか成仏してくれ。女と子供、死んで間もない。かような最後があろうか。これは三郎の息子のものであろう。知らせてやらねば。
fish. まれ浪人、何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。I wonder if I accidentally triggered that a little bit too soon. I suppose I'll see. Yeah, that was wild. お侍様、お譲りいただけるものはございますか？お帰りで、それで私の家族を。これを見つけた。どういうことだ？仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ？私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。
だが仇は撃っておいたぞ。誰も救いもせずに、お主それでも侍か。己が役立たずが、なんと昔方許さんぞ。三郎、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。鎧を見たけど、あれじゃもうこの勝つことない。私が聞かせてくれた鎧の話、知ってるよな。あの百姓の話か。そう、それそれ。知ってるけど、言い伝えだろ。
太刀の切れ味を鮮やかに生かしましょう。ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。ふぬけばかりか！ヨムヒゲチサムライ！ダー！